2015年5月17日深夜、川崎市の簡易宿泊所吉田屋で火災発生。隣接の簡易宿泊所吉野にも延焼し、2棟は全焼、多数の死傷者を出す惨事となった。ひどいニュースだな。ほんとっすね。宿泊施設が隣接してるなんて、そこってビジネス街なんすかね。いや、現場はいわゆるドヤ街と呼ばれる場所なんだ。ドヤ街、知らない言葉っす。まあそうだとは思ってたけどな。ドヤ街とは日雇い労働者が多く居住する地域を指す。ドヤ街の発祥は戦後の高度成長期に遡る。日雇い仕事の紹介所である寄せ場というものがあるんだが、そこに日雇い労働者たちが数多く集まったんだ。寄せ場の周りには労働者たちのための簡易宿泊所が多数開設され、日雇い労働者がたくさん住む町ドヤ街は形成されたんだ。へー、どうしてドヤって言うんすか？簡易宿泊所に宿の逆さ言葉のドヤという呼称がついたんだよ。宿がたくさんあるからドヤ街なんすね。なるほど、そういうことだ。ドヤ街で特に有名なのは東京の山谷、大阪の愛林地区、横浜の寿町だな。ドヤ簡易宿泊所ってどんな感じの施設なんすか？火事になった川崎の吉田屋を例に挙げると、1階から3階に3畳くらいの部屋がぎっしり、トイレと風呂はもちろん共同だ。要は寝るスペースだけなんすね。代わりに宿泊費は格安で、大抵の簡易宿泊所は1泊2000円前後だから住んでいる人もいるぞ。それはちょっと魅力的っす。しかし簡易宿泊所は違法建築が多いと聞く。今回のような火災もあったし、安全性が心配だな。川崎の火事の2件も違法建築だったんすか？3階建ての建物を2階建てと届けていたり、不審な点はある。なので違法建築だったのではないかという疑いを持たれてはいるな。そうなんすね。川崎の火事に遭った人たちは日雇いで働いてる人たちだったんすよね。体を休められるはずの簡易宿泊所でこんな事件があるなんて。そういう人たちももちろんいただろうが。違うんすか？川崎の簡易宿泊所は昔は京浜工業地帯の労働者でにぎわっていたんだが、現在はそれ以外の人たちも多く宿泊しているんだ。それ以外？そう、現代のドヤ街は大きな闇を抱えている。現在の川崎市のドヤ街には日雇い労働者ばかりではなく、多くの生活保護受給者が住んでいるんだ。生活保護受給者が？どうしてなんすか？それには事情があるんだ。生活保護を受けるには住所が必要だが、ホームレスになってしまってから申請に来る人が多いんだ。住所がなくて。あら。だから行政は住居を探さなければならないんだが、保証人が必要だったりと、いろいろ難しいわけだ。これじゃあ審査が。どうしましょう。そこで保証人を必要とせず、訳ありでも気にしない、そんなドヤを生活保護受給者に斡旋することが増えた。そうやって生活保護受給者が増えているドヤ街は各地にある。行政は穏便に処理できるし、困窮者は生活保護の受給ができるわけだ。川崎市にいるドヤ街在住の生活保護受給者はなんと1300人にも上るそうだ。川崎だけでそんなにいるんすか？そう、そしてその多くが高齢の方々なんだ。3畳一間の寝室と共同の風呂トイレみたいな場所にお年寄りがなんだかかわいそうっす。枕にしらみがついてるようなドヤもあるそうだし、衛生面でも辛いものがあるな。なんかかゆい。聞いてるだけで体がかゆくなるっす。ゾワワ。ドヤ街は治安もいいとは言えないし、環境は劣悪だよな。ドヤ街の治安って悪いんすか？ああ、住人同士のいさかいや暴力沙汰に巻き込まれることは日常茶飯事だ。なんでおら。はあ、ひえ。ドヤの環境を改善してから困窮者を受け入れるのは無理なんすかね。なかなか難しいだろうな。そうだ、貯金をしてドヤ以外のとこに引っ越せばいいんじゃないんすかね。生活保護受給者は貯金をすることを制限されているし、申請の時と同じで保証人の問題等がついてきて厳しいだろうな。ドヤ街以外で生活保護受給者を受け入れている施設ってないんすか？もっと環境がいい。あるにはあるぞ。
無料定額宿泊所という一時宿泊施設が存在している。こちらは政府が設置した福祉施設だ。なんだ、政府関係の施設があるんなら安心っすね。政府が設置すると言っても、行政に届け出をすると誰でも開設できる施設だよ。そして届け出なしでも罰則がないから無許可も多い。施設は入居者に宿、食事を提供し、就労指導もすることになっているんだ。しかし無料定額宿泊所の方もドヤと同じく三畳一間が一般的。こちらもいい環境とは言い難いな。ドヤと大差ない環境なんすね。そういうことだ。最近はこの無料定額宿泊所を使用し、生活保護受給者を搾取する貧困ビジネスの一つ、囲い屋が問題になっているんだ。囲い屋？囲い屋ってなんすか？説明しよう。ホームレスのような住所不定の生活困窮者は、生活保護を、生活保護が認められないことも多いんだ。それを思うとドヤを使った住所確保というのが合理的に思えてくるっすね。治安とかこの際置いといて。それも一つの手段だな。しかしそういう裏技を知っている人ばかりじゃない。そんなホームレスの人々に囲い屋たちは善意のボランティアとして声をかけ、自分が持っている無料定額宿泊所に連れて行き、はあ、ここまではいい人な感じっすね。連れてきた人に生活保護を申請させるんだ。そして福祉事務所から保護費が支給されるようになると、管理費だ手数料だなんだと理由をつけて、保護費の多くを住居を斡旋した奴らが持って行ってしまう。はあ、他にも厳しい肉体労働をさせ、それで得た賃金を生活費と称して搾取する例もある。お金は僕が。こんな風に生活困窮者を集め搾取するのが囲い屋だ。中には2009から2010年の2年で約1億7000万円を稼いだ業者も。とんでもない額っすね。そいつらは所得税の脱税で摘発されたがな。その業者の施設に入居していた人の証言だが、6畳の部屋をベニヤ板で仕切った3畳の部屋に住んでいた。支給される食事はカップ麺とかレトルトばっかりだったよ。家賃は4万7000円、食費光熱費でベッド6万円取られ、生活費といって毎日500円と月に一度5000円がもらえるのみだった。ちなみにその人がもらえる保護費は月額約12万円だ。ふう、ほとんど取られちゃってたんすね。貧困ビジネスは囲い屋だけじゃない、闇金もそうだ。そうなんすか。生活保護者は借金を禁止されている。そこに目をつけられたんだ。生活保護者が多いところでチラシを巻き、引っかかった人に高い金利でお金を貸す。借りた人は利息が返し終わらず青い息と息だが、禁止事項を破っているため公的機関には相談できず利息を取られ続ける。他にも戸籍の売買なんかも貧困ビジネスに数えられるようだな。へえ、そんなものまで。悪徳宿泊所とか闇金って摘発できないんすか？闇金は明らかに違法だから刑事罰に問えるだろうな。明らかに多額の金をせしめている悪徳宿泊所の場合は返金を求められるし、その他もケースバイケースで罪に問えることもある。一人で悩まず、まずは支援団体に相談だな。景気が良くなって生活保護の人が減れば貧困ビジネスも減るんすかね。生活保護受給者は現在の日本全国の216万人。親が生活保護受給者の場合、家庭の困窮で学業の機会、そして就労の機会を奪われ、子供も生活保護受給者になってしまうケースもあるという。子供たちへの負の連鎖を断ち切るためにも、貧困ビジネスをなくすためにも、みんなで頑張って景気を良くするっす。えい、そうだな。